さん、こんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回の動画は、ウルトラマンたちの敗北パート5なんだぜ。ついにパート5まで来たのね。結構長いシリーズじゃない。そうだな。負けなしのように感じるが、意外と敗北シーンは多いんだ。負けるシーンはショックだけど、どうやってリベンジするのか楽しみな部分もあるわね。それはあるな。じゃあ、早速紹介していくぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。最初に紹介するのは、レッドギラスとブラックギラスだぜ。ウルトラマンレオ第1話、セブンが死ぬ時、東京は沈没する。第2話、大沈没、日本列島最後の日、に登場した怪獣で、レオの故郷獅子が L77 星を滅ぼした兄弟なんだぜ。宇宙一と称されているほどの怪力が自慢のブラックギラスと、海に慣れているため海上での戦闘が得意なレッドギラスのコンビは抜群で、マグマ星人ともども突如地球に襲来し、脅威を察知してやってきたセブンと激しい戦いを繰り広げるんだぜ。怪獣の兄弟って珍しいわね。そうだな。その強さは破格で、2体でのギラススピンでセブンのアイスラッガーを跳ね返したほどだぜ。そして、セブンの足を折ってしまうんだ。しかし、レオが乱入してきたため一時撤退したんだぜ。この時の負傷でダンはセブンに一時的に変身できなくなるんだ。ウルトラアイも発火していたわね。これでセブンは変身できなくなったのね。それにしても、足を折るシーンはエグいわね。ねじって折られてるからすごいショッキングだわ。本当だよな。その後、東京を沈没させようとした際に駆けつけたレオと交戦し、こちらも得意のギラススピンでレオを圧倒するんだ。だが、ダンが力を振り絞って放ったウルトラ念力で身動きが取れなくなったところを、兄弟揃ってレオに角をへし折られ、撤退するんだぜ。そしてついに、レオと3度目の戦いではマグマ星人と共にレオを海中に叩き落とすんだが、レオの新技、霧もみキックを受けて兄弟は頭を吹き飛ばされ倒されたんだぜ。3回も戦うなんて、相当な強敵だったわね。ちなみに、2体がやられた瞬間にマグマ星人は退却していったんだぜ。引き際の判断は素晴らしいわね。次に紹介するのはウルトラマンレオ第3話、涙よさよなら。第4話、男と男の誓いに登場するツルツ星人だぜ。人型の時と巨大化した時の印象が全く違うわね。確かにな。だがこれはレオの初期に登場する宇宙人のほとんどに該当してるんだぜ。そうなのね。それで、ツルツ星人はどんな攻撃をするの？何でも切り裂く両手の刃物を駆使した二段攻撃と飛び蹴りなどの格闘技を武器としていて、素早い動きで相手を翻弄するんだぜ。夜の街に出没し、梅田徹、薫兄弟の父親を二人の目の前で胴体真っ二つにして殺害したんだ。続いて、梅田兄弟を引き取ろうとしたマックの鈴木隊員も車のドアごと同じく胴体真っ二つにして殺害したんだぜ。かなりむごい描写ね。梅田兄弟の目の前で二人も惨殺されるなんてこれはトラウマになるわよ。そうなんだ。シリーズを通して凄惨さが強く演出されているものになったんだぜ。さらにいずれの現場にもレオの顔を彫った宇宙金属製のレリーフを置き、レオに罪を着せると同時に彼をおびき出す作戦に出ているんだ。かなりの頭脳派ね。そうだな。巨大化して2度にわたって東京に襲来した際には、1度目はマックの攻撃をものともせずに街を破壊し、マックが引き上げたのを見て勝ち誇ったように撤退するんだ。2度目は、マックの戦闘機を次々と墜落させ隊員たちを殉職させてしまうんだぜ。その状況を見かねてレオが登場するんだが、3段攻撃の技が未完成であったレオを圧倒したんだ。レオにとどめを刺して海中に沈めるが、直後に弾のマッキー3号による誘導で送電線に衝突し、感電して再び退散したんだぜ。当時の子供たちにはかなりのトラウマと衝撃を与えたでしょうね。その後もまた東京の街を破壊し尽くし、4度目の襲来で特訓で技を完成させて再戦に挑むレオに2段攻撃を全て見切られ、さらに両腕をレオの祈祷で切断され、蹴りを食らって血肉したんだぜ。最後は皮肉にも何人もの命を奪った自分の刃物が胴体に突き刺さって死亡したんだ。完全に自業自得ね。悪党にふさわしい末路ね。3つ目に紹介するのは第7話、美しい男の意地に登場しているケンドロスだぜ。つぼみのような見た目ね。植物怪獣だからな。
植物惑星であるケンドロス星からやってきた宇宙怪獣で、ケンドロス星に咲く悪魔の花ケンリンソウを武器にしているんだぜ。見た目は美しい赤い花だが、成長して花が咲くと花びらが金属のように硬くなる性質を持っていて、体の上部にセットすることで花びらをブーメランのように飛ばし、扇風機のように高速回転させて突風を起こして相手を攻撃するんだぜ。何それ、優雅な武器ね。そうだな。これ以外にも毒の花粉を放ったり、胴体についている両腕からロケット弾を発射するほか、丸い体を生かした体当たり攻撃も得意なんだぜ。地球侵略を目論んでいて、先にケンリンソウだけを地球に送り込み、十分に成長したのを見計らって自身も地球に来たんだ。ケンリンソウを追いかけてきたウルトラマンレオと交戦し、一度は敗退に追い込んだんだぜ。ケンリンソウが厄介ね。そうなんだ。しかし、逆に攻撃手段のほとんどをケンリンソウに頼っているという弱点でもあるんだ。確かに、ケンリンソウに頼りまくってるわね。そして修行の末、ブーメランを弾き返すことができるようになったレオにブーメランをすべて弾かれ、逆にレオが放ったボディーブーメランでケンリンソウを破壊され一気に弱体化してしまったんだぜ。最後はレオを道連れに自爆しようとするが、かわされた挙句ビルに正面衝突して爆死してしまったんだ。なんだかあっけないわね。四つ目に紹介するのはウルトラマンレオ第14話、必殺剣、嵐を呼ぶ少年に登場している、サソリ怪獣アンタレスだぜ。尻尾だけで全長80メートルもあり、見た目はサソリのような姿をしていて、両手両足、そして長い尻尾にはあらゆるものを引き裂く鋭い切れ味のハサミがついているんだぜ。そしてこの尻尾には猛毒も含まれていて、その一振りは富士山の5合目から上を切り飛ばせる威力を持つんだぜ。威力の表現が桁違いすぎて逆にわかりづらいわね。まあ、そこはなんとか想像してみてくれ。尻尾から火炎放射も可能で、両目からは強力な破壊力を持ったショック光線を発射することができるんだぜ。さらに、アンタレスは頭も良くて、相手の両腕をハサミで両足を踏みつけて押さえ込み、目から発射するショック光線で相手をひるませた隙に、背後から尻尾で殴りつけて打ち倒す戦法を得意としているんだ。この戦法は攻術する尻尾を隠した人間退治の姿でも使用可能で、猛スピードで繰り出されるその攻撃は波の胴体視力では見ることができないので、正体を悟られることはないようなんだぜ。強い上に頭までいいのはすごく面倒ね。それに、このアンタレスは人間にも変身できるのね。その通り、とても厄介なんだぜ。ウルトラマンレオを倒して名を上げるためレオに挑戦し、ハサミを使った格闘攻撃で翻弄しつつ必殺技の尻尾攻撃で、一度は敗退に追い込んだんだぜ。そして完全にとどめを刺すことができなかったため、レオが尻尾の攻撃への対抗策を身につける前に完全にとどめを刺す、という考えから、少年の姿に化け発注堂々道場破りを決行し、弦を引き出そうとするも弦が不在だったため、失敗したんだ。そのまま人間の姿で道場を抜け出し姿をくらませたんだぜ。怪獣が日常にまで乗り込んでくるなんて、完全にとどめを刺しに来てるわね。怖いよな。その直後に怪獣携帯で暴れ回り、マックの戦闘機を火炎放射攻撃で撃墜し、乗っていた隊員を殉職させたんだぜ。まだ尻尾での攻撃を食い止める技を身につけてなかったため、弾は戦闘に出ることができなかったんだ。その後、再び少年の姿でスポーツセンターを訪れ弦を指名し対決するが、猛特訓の末に尻尾の対抗策をすでに得ていた弦に敗れてしまい、逃走し正体を晒して襲いかかったんだぜ。完全に尻尾からの攻撃を見切られて、逆に尻尾をレオキックスライサーで切断されてしまい、その尻尾のハサミを投げ返されて自身の首をぶった切られたんだ。しかしその首を抱えてレオに迫るという執念を見せつけるが、力尽きて爆死したんだぜ。自分の首を持って迫ってくるのは純粋にホラーよ。最後に紹介するのはウルトラマンレオ第16話、真夜中に消えた女に登場しているアトラー星人なんだぜ。見た目はあれだが、鋭い爪や格闘能力が高く、地球人に化けるときは白服の不気味な女性に化けるんだぜ。しかしアトラー星には空気がないから、地球の大気下ではすすり泣く女性の声のような鳴き声がするんだ。ちょっと怖いわね。一体どんな能力があるの？胸に生えた花、イザリアルブラから放つ老化光線で、目についたあらゆる生物を老人形に変えてしまうんだ。人間なら即死、ウルトラ戦士でも直撃を受けたらひとたまりもない威力を誇るんだぜ。老人形？一気にホラーテイストが増したわね。結構衝撃的だよな。しかしこの胸の花、最大の武器なんだが、同時に弱点でもあるんだぜ。
この花を破壊されると大幅に弱体化してしまうんだ。ただし、一撃必殺の老化光線を常時乱射しているので、普通では近寄ることすらできず、これを破壊するのは至難の業なんだぜ。ってことは、弱点は分かってても破壊しようとしたら、老人形にされちゃうのね。そうなんだ。作中では夜に街を徘徊して通行人を襲って老人形に変えていたんだぜ。ある夜に玄の恋人の桃子が泊まっていた団地を襲撃。桃子は玄のアドバイスで声を出さずに隠れていたんだが、桃子以外の住人を全員殺害したんだぜ。いや、普通にサイコパスの殺人犯より怖いわね。その後駆けつけたマックの前で巨大化して暴れ回り、マックの戦闘機をすべて撃墜し、街を廃墟に変えながら次々と人間を殺していたんだぜ。被害レベルは、後に登場するウルトラマンレオのシルバーブルーネと並んで上位なんだぜ。変身したレオさえも圧倒的パワーで反撃して、なんと老化光線で足を固めて倒してしまったんだぜ。その後も暴れ回ったんだが、マッキー2号の猛攻撃で胸の花を破壊されて弱体化。そこに変身したレオのエネルギー光球を食らい倒されたんだぜ。弱点をつけなかったら本当に終わっていたわね。実は他にもウルトラマンが敗北することはあるんだが、今回はここまでにしておくんだぜ。特訓して乗り越える話とか、聞いていて楽しかったわ。だろ？印象的な戦いについては、また次回解説するぜ。それは楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。